どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ドライヤーについてやっていきたいと思います。で、ドライヤーなんですけど、多分皆さん絶対毎日使われるものだと思うんですけど、どうやって選べばいいのみたいなことって結構思いません？なんかこれって自分に合ってんのかなとか、こうお友達から勧めてもらったからとか、美容師さんに勧めてもらったからとか、なんかそういう理由でちょっと買ったりとか、まあ家電量販店行って、買われる方って多いかなと思うんですけど、本当になんかそれって自分に合ってんのかなとか、やっぱそういうってちょっと分かりづらいというか、まあなんか知らない方も結構多いかなと思うので、美容師目線でこういう人にはこういうドライヤーがいいかなっていうのを、簡単にちょっと解説させていただきたいと思っておりますので、ドライヤーで悩んでる方、またちょっとドライヤー今から買おうとしてる方、よかったら参考にしてみてください。髪の毛を傷ませないポイントをやっていきたいと思います。で、多分ドライヤーって、まあ、多分温度だと思うんですけど、温度っていうか、まあ熱風がバーって出てくると思うんですけど、何度ぐらいがいいかなっていう、髪の毛にいいかなっていうなると、まあ大体60度前後って言われてます。で、まあできたらそのドライヤーの温度調節できるやつがあれば全然いいかなと思うんですけど、多分なかなかないやつも結構多いかなと思うので、例えばドライヤーをこう手にこう当てるじゃないですか。これ、まあ、このぐらいの距離で頭が当てるとしたら、まあ、これ当てても手がそんなに熱くない程度に離してもらったら、だいたい温度はいい感じの温度になってるかなと、適温にはなってるかなと思うので、もちろんそれで調節できるやつであれば60度前後でやってください。熱いやつだと100度ぐらいとか結構あるやつもあって、でそれをやると、まあ、髪の毛と頭皮を傷める、原因にもなってしまうので、なるべくその温度は高いものは選ばないようにしていただいて、まあ、できれば60度前後で、もしそれが分からなければ手でこう温度を測って、だいたい熱くない、距離感でドライヤー当ててあげるとベストかなと思います。次にやっぱ温度がやっぱりその60度前後ってなると、まあ、結構そんなに熱くない温度になってるので、次に乾かす時間って短縮しないとダメになってくると思うので、次に大事なのが、風量になります。で、風量も説明書みたいなところに、まあ、書いてると思うんですけど、大体、最低でも 1.3 立方メートルの、ドライヤーの風が出るぐらいで、ロングヘアの方だったら 1.6 ぐらいの風の風量が出る方が乾きやすいかなと思います。あまりこう風量が低いやつとかだと、やっぱりこう熱で乾かさないとダメになってくるので、ダメージの原因になるので、なるべくドライヤーの風の、風量は、結構多い方がいいかなと思うので、まあ、例えばじゃあ Amazon とかで、まあ、買われる時とかってなると、 Amazon の概要欄とかレビューとかに書いてると思うので、それで風量の強さを見て、買われるのもいいかなと思います。なんかワット数ってあるじゃないですか。あれが高ければ高いほど風量が強いって思う方もいらっしゃると思うんですけど、それだけが原因でもないので、ちゃんとやっぱりそういうレビューとか概要をしっかり見てから買うようにしてください。ワット数だけで選んではダメです。遠赤外線効果のドライヤーです。基本的に遠赤外線って、ドライヤーって普通にこう乾かした時に、まあ普通にこう髪の毛に当たって、まあ外側、髪の毛の外側から乾いていくイメージがあるかなと思うんですけど、遠赤外線のっていうのは内側からしっかり乾かしてくれます。まあ言ったら髪の毛の表面の温度が上がらずに乾かしてくれるので、ダメージもそんなに出ないようになってます。もちろん、頭皮も傷みにくくなってます。肌のきめ細かさとか、そういうのもアップしてくれる効果があるので、美容とかにも効果があります。で、僕個人的な考えなんですけど、やっぱその癖毛の方とかだったら、やっぱりその遠赤外線のドライヤーの方がいいかなと思ってて、しっかりと髪の毛の中から乾かしてくれるので、乾かしてくれるとどうなるかって言ったら、癖が伸びやすいんですよ。癖毛だったりの方が、まっすぐに伸びやすかったりとかするので、やっぱり乾かして結構すぐうねってくるっていう方いらっしゃると思うんですけど、そういう方は遠赤外線のやつを使って乾かしてあげると、癖が結構長持ちしやすいです。ストレートになったやつが。プラス夏とか多分湿気のシーズンとかあると思うんですけど、まあ、汗かいてしまったらちょっとなかなか難しいかもしれないですけど、ある程度の湿気ぐらいだったら遠赤外線のドライヤーでちょっとは長持ちするかなと思うので、癖毛の方に僕特におすすめです。次はマイナスイオンですね。
よく聞くと思うんですけど、でマイナスのイオンも各メーカーさんによってやっぱりその効果効能がちょっと異なることがあるので、まあしっかりとそのまあメーカーさんのそのまあ何ですか、商品の概要をしっかり見ながら、これは自分に合うと思ったやつを買う方が、選ぶ方がいいかなと思います。でマイナスイオンっていうのは、まあ基本的に髪の毛に言った水分を残しながら乾かしてくれるっていう効果があるので、本当に静電気だったりとか髪の毛がパサつく、広がりやすい乾燥によってっていう方はマイナスイオンドライヤーを使う方がいいと思います。ドライヤーをやる時の基本なんですけど、絶対にまず根元から乾かすっていうのがポイントです。やっぱり毛先から乾かしてしまうと毛先ってダメージ出やすくなってしまうので、根元からしっかり乾かすっていうことがまず大前提に一つ目。次はあんまり乾かしすぎても良くないかなと思うので、ある程度こう全体的に乾いて、まあ気持ち湿ってるぐらいだったらいいかなと思います。まあこう触ってびちゃびちゃだったらダメだと思うんですけど、こう握った時に少しちょっとなんか冷たさというか水分を感じるかなっていうぐらいだったらある程度 OK かなと思うので、そのぐらいで乾かすのが、いいかなと思います。それ以上にこう髪の毛が熱くなるぐらいまで乾かしてしまうと、結構乾かしすぎの原因になってしまって、それもダメージの原因だったりとか静電気だったりとか乾燥の原因になってしまうので、そこも注意して、やる方がいいかなと思います。基本的にこう前からこう上げてあげると、風を当ててあげるとボリュームアップしやすいです。で後ろからこう斜め上からドライヤーを当ててあげる、上から下に当ててあげるというと、ボリュームダウンの効果があったりもするので、その辺の使い分けもしっかりやってもらったらいいかなと思いますね。でここの鉢が張ってる方とかだったら、ここを押さえながら上からドライヤー当ててあげる と、ここの鉢もしっかり収まってくれるかなと思うので、特にその男性の方とかだったら結構こう広がりやすい方多いかなと思うんですけど、だいたいこう押さえながら、まあ、斜め上からこう当ててあげると、ここのボリューム感が結構収まりやすいかなと思うので、髪の毛切りに行く時とか、なかなか行けない時とかで広がりが結構気になるって方はそういう風に乾かしてあげるとベストかなと思うので、で女性の方も同様ですね、髪の毛広がりやすい方は上から当ててあげると僕はベストかなと思うので、使い分けで考えると、軟毛とか柔らかい髪の毛の方は結構もう下から当てちゃう、まあ、癖毛の方だったりとか髪の毛の量が多い方は上から当ててあげると収まりが綺麗になるかなと思いますので、そういう風に使い分けてもらうといいかな。こんな感じでドライヤーの使い方と、選び方をご紹介させてもらいました。基本的なことなんですけど、ちょっとでもこういう知識があるだけで、やっぱりそのドライヤーの選び方っていうのも変わってきますし、本当に、自分の髪の毛のが、それだけでも変わってくれる、効果があるものだと思いますので、あとはまあ、トリートメント、洗い流さないトリートメントとか併用してあげると、よりまた変わってくると思いますので、ドライヤーいっぱい種類あって、本当に各メーカーさん、やっぱその、いいところめちゃくちゃあると思うんですけど、それを間違った使い方するとあまり効果が出なかったりとかすると思いますし、何回も買い替えてる方とかは結構それで選んであげるといいかなと思いますので、一応下の概要欄に簡単なものドライヤーの選び方をまたちょっとしっかり書いておきますので、種類とかよかったらそれを見て参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さようなら。